はいどうも、セブンナイツ大好きおじさんルールカです。今日もセブンナイツやっていきます。今日は、西の塔ですね。今90回まで来てるので登っていきたいと思います。早めにちょっと行きたいね。次ルビーまで10回攻略しないといけないのか。ニアの極上作業着のね、作業服のヒットポイントゲットしたいと思います。パーティーはこちら、ルリ、デロンズ、エース、ルーシー、アリスで行こうかなと思っております。では挑戦する。バンバン行きましょう。沈黙を振りまきます。ルリ沈黙しろ。オーケー、強っ。やばいだろ、どうせ一緒にダンス。オッケー、いい感じ。ルリの免疫をね、払わないといけないんだね。総運拳。やばい。凶暴だな、マジで。終わるわけには。俺のデロンズが。回復を入れてから。はや、危ない。沈黙を振り向いて、ちょっとやばそう。一緒にダンス。ナイス。神の名において。終わりだ。沈黙。攻撃。あれ、いやだ。さあ、一緒に。ああ、ダメだ。さすがにこれはやられた。やべえ。ルーシーのブロック、ブロックし、危ね、免疫のおかげで助かった。ホルセインは撃破、あれできない。ちょっと沈黙を振りまかないと。うわー。
あんまちょっと見えなかったな。よしよしよし、ナイスナイス。これは勝てるかな。よしよし、いい感じ。治ったか。まあ今頃ですね。俺が。オッケー。対戦ありがとうございました。やった。90回クリア。さあヒットポイント来い。頼むでヒットポイント。ヒットポイント。ダーブロック率一番いらない。さあ、91回ですね。チャンスラー、セイン、エレニア、ジェーン、ディーク。このパーティーでいけるかな？いきます。勝ちに行くぞ。セインか。まあ、魔法免疫だから大丈夫だろ。チャンスラーの爆炎獄とかに気をつけないと。まずは沈黙を振りまくる。あんま分かんなかった。怖っ、すげえダメージ。バトンが来たんで、一旦ここでアリスを使います。どうですか。メロンズにいかんか。なぜここでもう一回ルーシーに行く。倒しちゃった。しかも一回無視してこっち行くか。先に沈黙を。ここで復活で、ナイス。相手のスキルを一回無駄にしちゃった。ナイスピック。あ、やっちまったな。バフ剥がしされた。これでエレニアのバフを剥がして、怖っ。ナイス。
よいしょ。どうですか。とりゃ行くぜ。あ、これは耐えられない。耐えらせとこうか。勝ったな。なんとか沈黙さえさせられれば結構有利に運ばせられますね。で、回復はできるだけ2枚積んで、物理で行くんだったら物理のダメージアップの、パッシブ持ってる、まあ僕の場合だったらデロンズとエースで、そのデロンズとエースの優秀なところは沈黙かけられるところと、あとエースがバフを解除できるってところですかね。よしよしよし。素晴らしい、はい、日々の実績を積み上げてというわけでね、今回は90回と91回攻略してきました。次回は92回以降を行ってみたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。